こんにちは、音沢です。ポップ音楽理論、今回はコード進行の第一段階ダイアトニックコードについて話します。予備知識はそこまで必要ないですが、コードそのものについては左の動画、キーやダイアトニックについては右の動画で話しています。よかったら見てください。メロディーやコードを作る基本メンバー、ダイアトニックな音を見ていきます。まずスケールの1番目の音を主音と言います。主役の音で最も安定感があります。 Cメジャーキーならドの音で、 Dメジャーキーならレの音が主音になります。続いて5番目の音を属音、4番目の音を家族音と言います。 Cメジャーキーならソとファの音です。主音の完全5度上に位置するのが属音、主音の完全5度下に位置するのが家族音です。そして7番目の音を同音と言います。 Cメジャーキーならシの音です。同音は最も不安定な音です。主音に進みたがります。ここで安定、不安定という表現が出てきました。私たちは音楽を解析し、次の音を予想しながら聞きます。例えばキラキラ星を同音で終わった場合を聞いてみてください。このように不安定な音で終わると未解決感を感じます。今度はシの後にドを置いてみます。安定した音で終わることで緊張が解かれます。安定している音は主音以外は第3音と第5音です。それ以外は不安定です。特に4番目と7番目は不安定な音です。ハー音隣に安定した音があり、そこへ移動することが予想されるからです。ではコードを見ていきましょう。まずダイアトニックスケールの音を1個飛ばしで重ねます。7つのダイアトニックコードができました。一般的にローマ数字で順番を表します。わかりやすいので漢数字も書きました。このままだとただの記号の列に見えますが、主音、属音、家族音からできたコードは3つともメジャーコードであるというのを知っていると整理しやすいです。この3つを主要3和音と言います。コードの機能は3パターンあります。トニック、ドミナント、サブドミナントです。機能とはそれぞれの性格のことです。トニックは安定、ドミナントは不安定です。対照的な関係です。この2つだけで曲を作ると白黒はっきりした二元的な世界観になります。サブドミナントは安定でも不安定でもある中間的な性格です。個人的には浮遊感を感じます。主要3和音を見てみると、1がトニック、5がドミナント、4がサブドミナントです。4と5のコードは不安定な4番目、7番目の音を持っています。この3つのコードだけでも全ての機能が網羅できます。他のコードは6番目のコードは安定感のあるトニック、2番目のコードは中間的存在のサブドミナントです。その他は理論書、コード進行によるので何も書かないでおきます。7番目のコードはドミナントセブンスのルート省略として見るならドミナントとして捉えることもできます。また4和音でも機能は一緒です。ドミナントセブンスはトニックに進む力がさらに強いです。ではいよいよコード進行を見ていきます。コードをつなげることによって曲の展開が作れます。またコード進行の区切りをケイデンスまたはカデンツと言います。最も基本的なケイデンスは不安定なドミナントから安定のトニックにつなぐものです。特に5番目のコードから1番目のコードの進行をドミナントモーションと言います。ドミナントモーションの例はお辞儀の曲や誕生日の曲の最後などです。問いと答えみたいな関係です。ケイデンスの名前はたくさんありますが、ここでは詳しくは触れません。次にコード進行に絶対的なルールはありません。ですが現代の定番のコード進行の大半はクラシック由来の2つのルールを守っています。1つ目はドミナントとサブドミナントを連結するときはサブドミナントからドミナントの順番にするというものです。ドミナントはトニックに進みたがるので、ドミナントからサブドミナントへ進むのは NG ということです。例えば切ない雰囲気の456進行はサブドミナントから始まってドミナントにつなぎます。
ジャズの定番251もサブドミナントから始まります。6451進行はマイナーコードから始まってサブドミナントからドミナントに進行します。そして誕生日の例で見たドミナントモーションで終わるドラマチックなコード進行です。ちなみに最後の1と5を入れ替えた6415進行は洋楽の定番です。ドミナントで終わってループするため推進力があります。そしてカノン進行です。最後サブドミナントからドミナントの順番で最初のトニックに戻ります。長いコード進行ですがトニックで区切ってみるとシンプルに見えてきます。2つ目のルールは同じ機能のコードを連結する場合使用31から使用じゃない方の順番にするというものです。例えばトニックからトニックに進む定番の進行があります。使用3和音である1番目のコードから使用3和音じゃない6番目のコードに進行しています。このルールを守れば親しみのあるコード進行が作れます。先ほどのルールを破ることで独特なコード進行になります。矢印を逆向きにしてみます。まずドミナントからサブドミナントに進行するものを見ます。この進行はドミナントからトニックに進行せずサブドミナントに進行します。緩やかな着地になります。5番目のコードから4番目のコードに進行するコード進行は割と使われるので聞き慣れていると思います。次は使用じゃない方から使用3和音に進行するものです。例えばこの進行はサブドミナントからサブドミナントに進行しますが使用3和音じゃない2番目のコードから始まっています。さらにこの進行はループするときにドミナントからサブドミナントに進行します。機能を感じづらい空っぽな雰囲気です。以上、基本のルールとそれを破った場合どうなるかを見ていきました。右向きは起承転結がはっきりしていてウェット、左向きは無機的でドライな感じです。次回はノンダイアトニックコードを使う方法としてセカンダリードミナントとリレーテッド2マイナーについて話します。質問はコメント欄にお願いします。ご視聴ありがとうございました。